モラハラの末期はどうなる？今モラハラはとっても多い離婚理由の一つです。モラハラっていうのはまず気づかないんです。ボディーブローのようにじわ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 やられているんで、私が悪いのかしら、僕が悪いのかって思ってしまうことがあって、なかなか二人だけの密室の状態で起こることなので気づかないんです。それが気づいてしまったらもういられません、もう耐えられません。だから出ていくことになる人が多いんです。そして別居になります。別居になっても戻る気はしない。そうなると今度離婚の申し立てをしてきます。そして何年かかるかわからないけれども、離婚になってモラハラの最後は大切な自分の家族を失ってしまうってことになりかねません。